5300型は1882年から1890年にかけてイギリスのベイヤーピーコック社で製造され輸入された蒸気機関車である。間接鉄道で使用されたほか日本鉄道、山陽鉄道でも同系機が使用された。ピーコック社製のテンダー機、略して p テンと呼ばれる一連の蒸気機関車の一等である。日本鉄道及び 山陽鉄道の同系機は1906年に制定された鉄道国有法により間接鉄道に移管され1909年の鉄道院が制定した車両形式称号規定により5300型となった。両数は間接鉄道が12両、日本鉄道が2両、山陽鉄道が10両の計24両である。 本形式は1921年から1923年にかけて東武鉄道に譲渡された2両を除く22両がタンク機関車に改造され960型となっている。関節鉄道及び後部鉄道、山陽鉄道では1889年及び1891年にニールソン車制を計14両、関西鉄道では1890年に ラブス社製の2両を輸入し、山陽鉄道では1901年及び1903年にニールソン社製を模倣して自社兵庫工場で2両を製造しており、本校ではこれらについても取り扱う。4から4から0の車軸配置を持つ2気筒端式、飽和式のテンダー式蒸気機関車で、動輪直径は 1372mm である。5500系系列では、 動輪の軸鏡を伸ばして、運転台の直下に置き、過失を第一動輪と第二動輪の間に配したが、本形式では、第二動輪が、運転台の直前、過失の横に置かれており、安定感のある5500系系列に対して、スタイルに不安定感がある。また、ランボードの全部が斜めに上がり、シリンダーがそれに沿う形で斜めに取り付けられている。名番は、 第一動輪スプラッシャーの装飾を兼ねた線形の大きなものが取り付けられており、第二動輪のスプラッシャーにも同様の飾りが付けられている。テンダーは日本鉄道のものが二軸固定式、その他が三軸固定式である。弁装置はスティーブンソン式、安全弁はラムズボトム式である。5300型と5400型は別会社の製造であるが非常に似ており、 ランボードの斜め部分の立ち上がり位置が5300型では第一動輪のスプラッシャーと砂箱の少し前であるのに対し5400型では第一動輪の中心の 350mm ほど前方となっている5450型についてはロンドンの科学博物館に写真、図面が保存されておりボイラー中心高さが 38mm 高く ランボード縁取りが全部端張りまで延長され、スプラッシャーやステップ、淡水車等随所に相違点が見られる。日本鉄道一本形式は日本鉄道の開業用として1882年に2両が製造・輸入された日本初の B 点である。当時の方法に則り、関節鉄道が輸入を代行しており、一旦関節鉄道席に入ってから、 日本鉄道に振り向けられた。関節鉄道では R 型となったが、1893年に正式に日本鉄道2乗とされ、PBT に4系となった。関節鉄道では、1888年に翌年に予定された東海道戦前通時の増強用として12両を注文し、翌年納入された。関節鉄道では、先に 日本鉄道用に振り向けたものと同じ R 型に編入し106から128に不番した。この時のものは日本鉄道のものより蒸気圧力が上げられて9 8キログラム平方センチメートルとなっている。1892年には114から126の7両が東部106から108、128の5両が 西部に配置されており、1893年には77から84、86から92に改版された。1898年の鉄道作業局の形式称号規定では D5 型に類別された。西洋鉄道では1890年に重量を輸入し、形式3とした。西洋鉄道のものはボイラーを新設計のものとし、 運転室の幅を拡大しており、第二動輪のスプラッシャーは運転室側面と一体ではなくなっている。日本鉄道と山陽鉄道の14両は1906年に制定された鉄道国有法により、両者が買収、国有化されたのに伴い、間接鉄道席となり、1909年の鉄道員の車両形式称号規定では5300型となった。 新旧番号対象は次の通りである。国有化後は関節鉄道の12両は中部鉄道局に配置され、東海道線及び北陸線で使用されていたようである。山陽鉄道の10両は山陽線東部に配置され、京都や大阪から乗り入れる急行、直行列車の牽引に充てられていた。その後、十四五千三百十六 5319から5321、5323の6両は中部鉄道局に転用され、さらにその後の移動により、1911年10月末には22両が中部鉄道局に揃っていた。一方、旧日本鉄道の5312、5313は東部鉄道局に配置され、禁止兆庫で入れ替え専用になっていたが、 1914年2月に東武鉄道2乗とされ、同社の B2 型となった。鉄道員に残った22両は、当時急速に開業しつつあったローカル線で、使用するため、1921年から1923年にかけ、浜松工場で4の4の2型のタンク機関車960型に改造され、この改造の終了をもって5300型は消滅した。 5300から5311の所源を記す。形式図鉄道博物館に展示されている977の番号版960型は、5300型をタンク機関車に改造したもので、運転台前方左右に、側水槽、後部にタンクを増設し、タンクの下部に10軸を1軸追加して、4から4から2の車軸配置としている。この改造は、 あとに5500系、6200型といった4から4から0型テンダー式機関車にも実施され、本形式はその最初のものである。当時鉄道員に残っていた22両全車に対して浜松工場で改造が行われ、960から969が仙台鉄道局に970から975が名古屋鉄道局に 976から981が東京鉄道局に配置された。番号の新旧対象は次の通り。このうち977は1923年9月1日に東海道線根深川駅構内で関東地震によって発生した土砂崩れに巻き込まれて海中に転落し廃車となった。残りの21両はべて仙台鉄道局に集まり、 1941年まで在籍した。1940年に960がご個電機、鉄道、961が日東宝石福島工場、1941年に973が日鉄工業赤屋工業所に譲渡され、973は1960年代初めまで使用された。主要所言1914年2月に、 鉄道員から5312、5313の譲渡を受けたもので、東武鉄道では B2 型として使用した。当初は伊勢崎線系統で貨物列車牽引用に使用されていたが、2両とも太平洋戦争中に開業した熊谷線に移り、混合列車の牽引に使用され、1964年に廃車された。保存車はない。 西洋鉄道245400型は1889年に関節鉄道がイギリスのニールソン社から8両を輸入したもので日本初のニールソン社製の蒸気機関車である。同社製で後に関節鉄道の主力として多数輸入された6200系系列がネルソンと相称されたのに対しやや小型の本形式は小ネルソンと呼ばれた。 関節鉄道では T 型とされたが、このうち190は山陽鉄道に振り向けられて、同社の4型に、192は後部鉄道に振り向けられて、同社の3となった。後部鉄道の3は、1897年に関節鉄道に戻り、205となっている。1898年の鉄道作業局の形式称号規定では、 ベイやピーコック製の同系機とともに D5 型に留別され、番号は117から123に改められた。山陽鉄道では1891年に同系機を6両増備し、先の19に続いて4型としている。1906年に山陽鉄道が国有化されたのに伴い、関節鉄道に編入された。1909年に制定された、 鉄道員の車両形式称号規定では5400が多とされ、関節鉄道の7両が5400から5406、旧山陽鉄道の7両が5407の5413となった。国有化後の配置は、豊岡、米子、大津で、東海道線や山陰線で使用された。大正末期には、4両が北海道、10両が四国に転じたが、 その間もなく、1926年から1928年にかけて全車が廃車解体された。淡水車については、水槽車として再活用され、2両紙170系、4両紙250型となった。5450型は、関西鉄道が1890年に、イギリスのダブス車から2両を輸入した。 携帯的には5300系の最初の2両の仕様を示して注文したものだが、各部に違いがある。淡水車は2軸である。関西鉄道では、形式級、飛竜と称した。1906年、関西鉄道の国有化により、関節鉄道席となり、1909年の車両形式称号を規定制定により5450型となった。国有化後は、 北海道に移り、1921年及び1922年に、廃車された。保存車、譲渡車はない。山陽鉄道107-5480型は、山陽鉄道が1901年及び1903年に、米やピーコック製の5300系、ニールソン車製の5400型を模倣して、自社兵庫工場で2両を製作したものである。 旧日本鉄道の5270型と同様、予備部品の活用による製作と考えられ、原型である5300系、5400系の輸入から10年を経ているものの、これらとよく似ていた。2両は全く同じではなく、山陽鉄道106は5300型に、107は5400型に似ていたが、淡水車などは両車を接中したような形態であった。 キセル本数は5300型や5400系の170本に比べて18本、少ない152本と記録されている。山陽鉄道では18型と称し、国有化後の1909年に実施された海版では5480型となった。国有化後の配置は山陰線、岡山で最後は関西線に配置され、1922年に廃車された。 保存者、譲渡者はない。ありがとうございます。